いつもご覧いただきありがとうございます。お土産スピードモーターサイクルズです。本日ご紹介いたします特選中古車、2002年ハーレーダビッドソン XL1200S スーパースタースポーツスタースポーツですね、2002年、当店で9年前平成20年にカスタムした車両となります。ほぼ純正のベースを仕入れ、外装またエンジン内部などカスタムしております。ではフロントから見ていきましょう。純正の13本キャストホイール、黒くパウダーコートですね。タイヤは、おととし変えました。15年の12月のものとなります。でアウターチューブトリプルツリーは黒くペイントしています。またフロントフェンダーは純正ショートカットで、タンク、リアフェンダーとともに濃い茶色にペイントしています。レバー類ところどころこのように傷があります。クラッチレバーホルダー、ブレーキレバーホルダー、ちょっと傷があります。またバイザーも、またメーターケースにも傷が多少あります。純正のハンドルポストにドラッグバーといった形です。上部には純正タコメーター、そしてこちらにスピードメーターをつけています。タンクは純正タンクを低く、またちょっと長さを詰め、幅も詰めという形で加工して作っております。こちらもその平成20年に製作したものです。大きな傷跡もなく綺麗です。容量は8リッターぐらいです。エンジンはロッカーカバー、そしてこちら側でしたらカムカバー、スプロケカバー、反対側はプライマリーカバーを黒くペイントしてます。このもみあげスピードレーシングプロジェクトとロッカーカバーに入れてるのはカッティングシートですので剥がせます。平成20年にエンジンオーバーホール、そしてその際カムをアンドリュースの N2 を入れてます。キャブは HSR、 エアクリーナーはムーンアイズの小さいものとなっております。またチェーンドライブ、こちらはちゃんと公認を取ってあります。チェーンガードも作ってます。リアサスはプロフクレッシブをカバーを外したものになります。リアフェンダーショートカットでタンクと同色、濃い茶色です。テールランプはクロッカータイプ、ちょっと高級品をつけております。シートもワンオフ、こちらは平成20年に作りましたけども、多少形を変え26年に張り替えてます。話は前後しますが、マフラーもワンオフです。モミスピショート缶、こちらは特に短いタイプのものを、前オーナーが希望されたので短いタイプのものとなります。現在だいぶサビが出てきています。これサビ落としてまた黒い耐熱ペイントすれば OK だと思います。でリアホイールもフロントと同様純正の13本キャスト黒ペイントです。タイヤもまだ山は十分にあります。こちらプライマリーカバーも黒くペイントしてますね。でロッカーボルト、ヘッドボルトです、すみません、ヘッドボルトはこのようにちょっとサビが出ています。これも、20年に新品ボルトには変えてますが、このようにサビが出ております。
リアフェンダーのもみあげハンサム6号という文字はペイントで入ってます。ではエンジンをかけます。ご検討のほどぜひよろしくお願いいたします。お土産スピードモーターサイクルでした。